エントドについて、どういう意味かわからない聞いたことはあるけど詳しくは知らない具体的にどのように使われるのかわからない使う腕の注意点を知りたいといったことでお困りではないでしょうかこの動画では遠藤度の定義どのような時に指示するのか図面上での使われ方使用する際の注意点を解説していきたいと思います早速ですがまずは遠藤度の定義です。 円筒度とは一言で言うと円筒であるべき形状がどれだけ正確な円筒と隔たってもよいのかということです実際に図面でのつがり方を見ていきましょう円筒の表面に対する指示を見ていきます図面上側に円と直線が組み合わさったような記号がありますがこれが円筒度を示す記号です交差域はこのようになります円筒の表面は 半径差0.1ミリの同心の大小2円筒に挟まれるという指示になります設計者の意図としまして断面が深円でかつ反りがない円筒軸が欲しい深円からの変形と軸線の反りを含めて0.1ミリまでは許すといったことが考えられます注意点としまして円筒度の規制はあくまで表面に対するものとなります 軸線が直線か曲がっているかなど、表面と軸線の関係を規制するものではありません。測定例を示します。常盤と平行ブロック及びインジケーターを用いて測定物をこの図のように設置します。測定子を円筒面の最高点近傍に接触させ、測定物を回転させて高さの最大値と最小値を読み取ります。 この操作を円筒の全長にわたって行い、読み取った最大値と最小値の差の2分の1が簡易的な円筒度となります。最大値と最小値の差は直径に対するものである一方、円筒度は半径に対するものなので、最後に2分の1をかけています。ただし注意点として、この方法では等径ずみ円を測定することはできません。 統計歪み円ととはは円円ででないいがが直径がどの利点をとっても等しい形です筒度の測定について円筒度は断面の深円度円筒表面のテーパー円筒軸のうねりなど多くの変動要因があります測定に手間や時間がかかり測定コストは比較的大きくなりがちですそこで 次のような工夫を考えてみます。円筒度で規制された円筒を断面図と横からの図で分解してみると、それぞれ新円度と深直度が適用できます。円筒度を新円度と深直度に分けて記載すると、より明確な図面となり、測定コストを低減できる可能性があります。本当に正確な円筒度。 を測定しようとすればするほどコストがかかります費用対効果を見極めどのような測定方法が現実的かを決定することも品質管理担当者には求められることになるでしょうこの動画を気に入った方はチャンネル登録をよろしくお願いします概要欄ではこの動画の内容を pdf でダウンロードできるリンク先を貼っていますので興味のある方はクリックをお願いします 今後も役立つ情報を発信していきたいと思いますのでよろしくお願いします。